変異株は感染力や重症化リスクが高い恐れがあります。正しいマスクの着用や手洗いと手指の消毒、一つの密でも避ける、ゼロ密を目指すなどの感染対策をこれまで以上に徹底してください。マスクは自分の顔に合ったサイズを着用しましょう。鼻の位置がずれていないか、頬や顎に隙間がないかを確認、フィットしていることが大切です。隙間があると十分な効果が得られません。鼻出しマスク、顎マスクは外しよう。表面を触らないように、触ったら手洗いを。取り外しの際は紐部分を持ちましょう。